ブーン。こんにちは、ミントです。世界中で不幸な出来事や恵まれない人たちに対し多くの支援がされています。スポーツ界でも多くの方が支援をしていますが、F1 ドライバーもかなりの支援をしています。今回は多くの人たちに夢と希望を与えてくれた F1 ドライバーを一部だけですがご紹介いたします。ミハエル・シューマッハ。 F1 界の皇帝ミハエル・シューマッハは数多くの寄付をしています。2005年にはスマトラ沖地震の津波による被災者に1000万ドル、約10億4000万円を寄付しました。シューマッハはその他にもユネスコに約7億円、国連に数億円、さらにチャリティーなどを通じて様々な団体に60億円の寄付をしていたそうです。巨万の富を築いたからといっても、なかなかできることではないのかもしれませんね。シューマッハに救われた多くの方々も、シューマッハが早く目覚めることを祈っているでしょうね。アイルトン・セナ。多くの F1 ドライバーのヒーローにもなっているアイルトン・セナは、恵まれない子供たちに対するチャリティー活動、寄付に力を入れていました。セナは寄付をすべて匿名でしていたため、金額などが明らかにされることはないですが、多くの方々に勇気と希望を与えていたのは明らかですよね。ルイス・ハミルトン。2019年5月、F1 スペイングランプリ前、ロンドン郊外に住む5歳のハリー君がハミルトンに応援ビデオメッセージを送りました。予選2番手に終わったハミルトンはそのメッセージに勇気づけられ、見事に決勝では優勝しました。ハリー君はその時、難病で医師から余命1週間と宣告されていました。そして優勝した翌日、ハリー君の自宅に本物の優勝トロフィーと、なんと2019年型の F1 マシンそのものが届けられました。ハリー君のお母さんはこう語っています。私はルイスを知りませんでしたが、彼が誠実で親切で愛すべき人物だということはわかります。とても心のこもったメッセージだし、ハリーのために優勝してくれたことには大きな意味があります。そして、先日発生し、コアラなど多くの動物が犠牲になったオーストラリアの山火事の慈善団体に50万ドル、約5500万円の寄付をしました。ジェンソン・バトン。2017年にイギリス F4 のレース中、大クラッシュにより、両足を切断せざるを得なかった当時17歳のビリー・モーガンに対し、真っ先にジェンソン・バトンが支援に向け立ち上がりました。その呼びかけに、マックス・フェルスタッペンやフェリペ・マッサ、ルイス・ハミルトン、チップ・ガナッシュ・レーシングなどが協力し、手術費用、その後のリハビリ費用が集まったといいます。このように、常に危険にさらされているレース界では、不幸な事故が起きた際の一体感もすごいですよね。この他にも紹介しきれないほど F1 ドライバーは数多くの支援をしています。子供たちにとって憧れの F1 ドライバーから支援をもらうということがどれほど夢と希望を与えてくれるのか想像できますよね。オーストラリアの山火事ではこの他にもマックス・フェルスタッペンやダニエル・リカルドなど多くの F1 ドライバーが支援を呼びかけています。私たちにもできることがあればしていきたいですね。支援の形は人それぞれありますよね。金銭面はもちろん、言葉でだって勇気づけられることもありますよね。できることから何か動いていきたいですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。